なんかさ、サンドイッチ一つ作ったんだけどさ、一つじゃ腹減るね。あら、あら困った。誰？はい。困った。はい。ちょっと待ってください。はい。ちょっと待ってください。はい。はーい。はい。はーい。はい、どうぞ。はい。はい、どなたですか？どなたですか？すいません、ナートリー郵便局なんですけど、はい、あの配達署名入れたんですけど、はい、ハンコが先にいただきたいんですが。あ、そうですか。はい、わかりました。なんか大事かですか？ハンコ、ハンコです、すいません。え、ハンコがなんかあれば。ハンコじゃない、サインでいいかな。サインでいいですよ。はい、申し訳ないですね。はい、いつもね、うん、私ごっついから、うんうん、あのサイン書いてもらうときある。うん、他の人はサインしときますよって言うんだけど、だからね、もううるさくてね。あ、そう、申し訳ないんで。わかりました。利用しないでもいいんで、はい、ひらがなでも何でもいいんで、はい、申し訳ないですね。悪いね。どうもないです。で、こちらは郵便ですね。はい、はい、ありがとうございます。私もね、うん、介護さんなんですよ。ああ、そうなんですか。だからね、じゃあ用じゃないですよね。そうじゃね、うちのことが一切できなくなっちゃってね。あ、ね、今までやったことがね、それでデイサービス行ってるんですよ。あ、そうなんですか。車椅子でね。あ、はい、あ、さ、悲しいですね、人間も。そうなるとね。でもしょうがないってなるじゃないですか。しょうがねえんだよ、うん、ね。あ、どこかで、ね、これ、ほら、これ大丈夫とかね。これ、あ、その辺ね。はい、申し訳ないですよね。大丈夫です。悪いね。とんでもないです。今日は雨で大変ですね。いえいえいえ、ね、配達も雨降ると大変ですよ。急に寒くなったからね。本当ですよ ね、今まで暑くてね、頭の方はしっかりしてるんですけどね。はい、体がね。ありがとうございます。じゃあ、ここに全部置きますんで。はいはいはい、じゃあ、どうもすいません。あ、どうも、ご苦労様でした。お邪魔しました。はい、どうもご苦労様でした。荷物を持って来るってのは大変なのね、私ね。荷物をね、こう持てないのよ。両方の手をね、ここにやってるから、物を持ってくるってのは大変でね。でも下へ置かれたから持ってきたよね。こいせっと、どうしようねべよ。どっこいしょ。あ、どっこい、どっこいってね。どっこいしょですよ、あんた。よいしょ。なんとかこぎついたよ。ここに。なんだべ。なんだっぺよ。大事なもんがあるだっぺ。多分ね、大事なもんがあるだっぺ。サインしたってことは。信号のことじゃねえ、多分。あの野郎、ろくなことはしねえからな。そんなことでいいだよ。信号のもんだよ。普通の郵便ならポストを入れてくべよ。ねえ。信号だよ。信号のことで。うん。あとでね。あとでね。なんだこれ。交通違反だってよ。まったく年中こんなことでしてるバカガキだな。よく野郎で、ほんとにこれはくずっぺで、どうにもなんねえな、この予定の。どうしようねえよ。金が忙しい人間がこんなことしてたんじゃどうにもなんなかんべよ。次から次こんなことだよなあ。バカだね。お金を無駄にしちゃダメだよ、人間は。交通違反だってよ。何やってんだ、あのバカ野郎は。なんばくん、バカだよな。やってることが全てバカだ。ピンポンが鳴るとね、ヒヤッとするのよね。結局は、
私が出てかなくちゃ信号は行かないしね、ピンポンが鳴ると怖いんだよね私ね、いつも言うけどピンポン怖いですよ、うん、怖い怖いピンポン怖いね、スピード違反かなってそうかもよ、うん、それともスマホを持って運転してたんじゃない、うん、ありがとう、足元を気をつけてって、あ、ともこさん、ありがとう。しばらくだね、ともこさん。ありがとうね。バカガキだな。予定のいくらなんだ。バカだね。バカ。はぁ、あ。10月27日までだってよ。何をやったんだよこのバカ野郎ね、バカな野郎ね、なんでこれ7900いくらだとバカったりが、こういうバカが世の中いるんだよな、金の無駄遣いがな、金の無駄遣い嫌だなって思う。そうだよ、7000いくらだってよ、何をやってやるかって俺はね、だっ年中こんなことばっかりだよ、何これ何だよこれ、何書いてるね、通車、なんでこれ字が細かくて分かれねえべん、深谷市、深谷だってよ、深谷で何したんだこの野郎、くせえほら、深谷で何やったんだってよ、深谷のけ、なんだ警察、おらには関係ねえわ、総風7900だとバカ、8000無駄にしてるバカだ、慎重に生きりゃこんなことはねえだよ人生は、ほらこんな余分な金払ったことねえよ人生生きて、くだらねえことでやん、こんなくだらねえ、あの夜年中こんな繰り返しだ、だからおめえ国民年金もかけらねえクズ野郎っぺ、口悪くなったぞって、もうあ疲れた、寝られたって、寝られたよ、桃屋ちゃんありがとう、説教みたいねって、そうだよ、だって罰金なんか払うのおかしいだっぺよ、ね、罰金なんべ、罰金は本人が注意すりゃ絶対ねえど、絶対ねえど罰金なんつうのは、よたってだっぺ、まあ朗読みたいねって、そうだよね、え本当だよ、ありがとう、ありがとうね、ちょっと待ってね、いろいろね、よいしょ、朗読みたいだって、なんでこう大変だ、苦労が、苦労が大変だよこれじゃ、ね、苦労が大変でこれじゃ、説教みたいだ、そうだよ、だってこういうのはさ注意しなきゃこうなんねえかね、注意しねえからだからよ、何回もだからしょうがねえって、どうにもなんねえって、ちょっと待ってね、よし、いつも。
ちょっと待ってね、今ね、モニカちゃん、ありがとう。ケイティ、ありがとうございます。リカちゃん、ナイス。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ありがとう、ありがとうね、大変だ、ありがとう、ありがとう、ゆかちゃん、よし、こんにちはって、こんにちは、いつもありがとうね、ありがとう。このまんでね、ああどうしたのって。ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます、皆さん、ありがとう、ありがとうね。よいしょ、ありがとうね、悪いね、みんなね、メガネなしで読めるすごいなって。そうなんよ、昔さ金眼だったからさ、今さメガネなくても読めるんだよ、だからね老眼ならねえんだ。そうなんだよね、老眼ならねえって、いいことだよね、老眼ならねえってよ、いいことだってね、いいことだよ。今さ一つさあれ食ったら一つじゃ足んねえよ、やっぱりこれ食べないと足んないよな、あ、まこちゃんすごいですねってね、ペーパーちゃん手紙の内容なんて書いたの、ラブレターって、私ラブレター、ラブレター、そう、 I love you だよね、ペーペーちゃん I love you、ポニーテーラーちゃんのりこさんからかなってね、そうだよ、いろいろ心配してくれたのりこさんだよ。そう、やった、笑うってね。いや、まあショック受けたな。慎吾さんには、免除あんなことしてんだな。罰金払うほど馬鹿げなことはなかったよ。金ねえ野郎が罰金。
バカっぺがな。今少し考えて生きろ、人生を。な、本当だよ。働かねえ人間が罰金を受けてどうするだっぺ。よたっぺやろうが。慎吾さん、やらかした。罰金だよ。だからスマホでも見てたんじゃないの？わかんないけどさ。ねえ。